画面のどこにでも投げれる、うん、いやそれさすがにありにしちゃったらさ全国で何件喧嘩起きたか分かんない多分、うん、あ、何エフェクトがすごいことになるといや違うスンってやって関係ないとこ投げて寝てるやつも投げちゃう画面端らしとかでもそれはすごいよ見たことないだけど外部かな、ガイアとめっちゃバグ多くてさ結構やり込んないときついで封印とかそう封印いろいろあんねんか、うん、やべ封印の解除の仕方忘れた何の会話してんのおっ格ゲー封印とあと何あれあれ飛び道具出すときに弱中強で打ち分けできないからガイアはそれは普通ってさ、うん、後ろ溜めて前と大パンチをしたらダイソニック出るよ、はいはいはい、ノーマルから出ないから、うん、前に振ってた通常技と同じ技の、なんていうか、威力が出る、うん、だからコパンやってからソニック打ったら弱中強どれ押しても弱ソニック弱が出るあ、へえ、そんな仕様なんだっていうのを前発見したおいうぃえだから、カラキャンしてソニック打たないといけない。僕やっぱあれだね、慣れてるね、トークしながら。だって相手強い。いや、俺さ、最初来た時に、トークした時に、全然できなかったよ。トークと、あとコメント見ながらできなかったけど、もう今はもう余裕。慣れ慣れあそうね。最低だから、そう最低条件だで。俺がさ、ハイタリの配信出たじゃん。あれやっぱ、何もう。毎週何曜日とかじゃない。うん。まあ、ゲストとか呼んでいろいろやってるから、まあそういう。調整とかもあるから、まあ、基本的にでも次3回はやってるから、無料部分でもかなり楽しめるから一回見たことない人はぜひ見ていただきたい見ましょう見ましょう、うん、なるほどねそうだなんかそう先週 R さんがゲストだったのね、うん、確かに。ああそうなんそうそうでなんか R の部屋の MC みたいなことなんかやったりするんですそうそうそうもう全然知らなかったんですいやそう考えるとハイデン君月何回ぐらい配信出てんだろうあれちょっと待って最近さ普通の配信もやってるよねたまにやってるそうだよねマジ、うん、ハイタニ君テストを開始しましたって俺ツイッターで流れてくるともんそこに東京に来ちゃったからな何のために東京来たかってともん楽しいですともんはね結構いいっすよ気持ちいい気持ちいい楽しくなかったらストモンにならないからさすがにちょっとなんかあれだな意外だなまあ意外だよね、うん、今までやってなかったし確かにね、うん、あ痛い見れうわ見れよ、ね、これ気分がいいやおわ飛んできてくれない落ちずあれ落ちないあれリーチじゃんうわおっと逆にそこで飛んできてくれないのはちょっとね、良くないですよね。良くない。吹き上げで決めたかったですね。いやなんかね、すんげえいろいろ手に入れられる機会があるらしくて、だから田園都市線在住とかみたいな。いやそれはなかった。え？そういうのあるよ、ね。それはなかったけど、めっちゃ種類ある。前ね PSO でね、それ系あるよね。線とかも有名であるってことか。いや。線はないんじゃない？線はないからでも。こちらは見たことないけど、前ね、何の配信だっけな、カスタマイズだっけな、なんか出てきたんだよね。逆にないですよ。決めるだけでかなりそんな。そうそうそう。みんなない。あとあるよね。なんかあったよね。なんかあったよね。誰かつけてるやついたよね。なんかつけてるやついた。そう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 。ほらほら伝統さんあるってほらほら知らないだけだからね。俺どれこれって超驚いたから。つけたいでしょ。あれだね、それ何書いてるのさすがに個人だよねそれは個人配信ですそれ何一人でその称号について喋りながら配信したのこれいいねとかやばい、あれかなり面白かったそれはシュールだね、はい、あのハイデリクルらしさが出てると思う、うんうん、PS の何ああそう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 田園都市線の金髪少女だそう金髪美少女みたいなそうあ、これえあもしかしてカリン田園都市線住んでるいやワイフじゃないしいやいやだから一応その設定で設定田園都市いやあるなそれもう結構限られてる金髪イメージだねこの家
構成切り好きだね。違う、もちろん。あのね、今のはちょっと、ごめん。いやいや、全然いい。成虫をやろうかなと思って。No. でもダブルやな、みたいな。残るな。こっちの方がいいな、みたいな。ダブルの 60% とさ、の正中線とさ、カラクスの後ね、ダイパンチェストって、さすがに正中線の方が減る。正中線の方が減る。やっぱ、ダウン取れるから、あそうだね、うん、ダブルかなり面白い。あ一応、詐欺飛びパーツってあるんだよね。あるけど、ディレイの方があるから、まあそんなに強くないかな。うん、なるほど。まあけど、正面から行くだけで強いから、ちょ、うまことは強い。ね、うん。早いね。早い。もう最近はずっとマコト？確かに。まあやるとしたらマコトやってるかな。かドバイの大会ではルーハスも使ったんやけど。てかなんかガイ。ビッグクワード。あんまりガイ対マコト俺あんまり好きじゃなくて。うん、で正直あんまり練習マコトも練習してなかったからどっちでもいいやと思って。まあ負けちゃったんやけど。てかこれルーハス勝ってるとこあんま見たことない、ね。あんま勝ったことないねルーハス。そうなんだ。なんだら。あんまり買ったことないけど、うん、まあでも使うね。おいしい。マニアックだね。なんかね。うん。増えてる。ん？増えてる今。多分。今ら多分あのセビニから辛くさの方が良かった。なあ。じゃあちょっと見せようかな。うん、しばらく負けなさそうだわ、このマコトは。やっぱこれみんな配信映ってるからさ、飛んでこない。意識が高い。リスナー甘いんだ。甘いね。そうそうそう、甘えてくれない。うん、俺もっと落としたいねんけど。上見てるんだよ。確かに、そうそう、マコトの上めっちゃ痛いもん。対空。まあ、マコトって本来対空リターンめちゃめちゃあるから、うん、上かなり大事だよね。そうだね。通常の対空で落としても相当えぐいしね。そうだね。体育最強。最強っていうか、期待値最強。期待値最強。リターンはそうだよね。全キャラで見ても、かなり上の部類だよね。しかもさ、なんやろ。簡単やねんな。体育？昇竜ってさ、変な方向に出ちゃったりするやん。うん、うん。で、吹き上げ反れないからさ。あとりあえず、もう、出しは出て落ちるから。垂直とか狩りに行く？ EX でたまに一点読みで。なあ、うん、まあ、かなり一点読みやけど。やっぱ、テクセリするのは難しいんだ。超反応いる、うん、弱は発生早いけど EX は発生遅い。遅い。うわ、目が。そうだね、垂直をやっぱ吹き上げで枯れるともう起き上がりさ、攻める気なくなるじゃん、うん、攻めてる側は。でもあれ結構技相性に左右されてて、垂直ジャンプって結構さ、下にとんがってる技多いやん、うん、ああいうのは負ける、うん、あ、そうだね、うん、アドンとかは負ける、うん、あれもちょっと、あれも最強クラスでしょ。垂直だけよ。ステップループセビが多い。疲れてるってね。そうね。結局、うん、俺らももうしばらくやってなかったよね。そうだね。何、どんぐらいやってないかな。いやもう1ヶ月やってないでしょ。うん。来た。2ヶ月くらい下手したらやってないからね。おお。お得意がある。そうそうそう。ミスだろ。もう体育したいんだけど俺。落ちた。いや今のはちょっと違う、そこじゃないよ。自分が飛ぶやつ。自分が飛ぶやつだから。俺が待ってる時に。これ気まずいな。じゃあこれ来て。そうだね。今出しちゃったな。うん、まあ確かに。今日ドバイの大会でさ一人で行ったの。年末で。一人。てか俺も一人旅もう多いよね。慣れた。ああ。あてかあれか。ブラジルとかも一人だったの？これ全部一人だ。すげえ、ブラジル一人はすごいね。きついな。それはすごいわ。あれなんか日本人の人なんか付き添ってくれたりとかしなかった？ブラジルは、日本人じゃないけどちょっとだけ喋れる人が付き添ってくれた。でもドバイはゼロ。何から何まで？基本ゼロ。あーでもその
サウゼの人が一応いろいろ案内とかしてくれたけど、え、日本語はゼロ。あれ、そういう時はね、英語で喋るの。うん、一応マジ。いや、喋れないですよ。今、持ったでしょ。いや、喋れないですよ。いや、喋れないけど、いや、でも、いや、でも一応英語や。あそう、まあ、英語以外ない。英語、そう、英語じゃないからな。あ、これ来てる。お、一応来てる。出るんだ。大丈夫、大丈夫。一応来てるでしょ。来てる、来てる。枚数だね。いや、これ、枚数だね。これさ、終わりじゃん。踏んでくる、踏んでくるぞ。俺、王に使っていい？いいよ。奥義、これ？これ奥義。奥義。これも、全誠使い共通の最終奥義、誠の。劣勢に使う。そうそう。だけどいいね。奥義って出せる。確かにちゃんと。まあ、それは壊しを打つわな。4フレ技しかないキャラは手出さなそうだよね。そうだね。なんか間違いが起こりそう。メガは、で、奥義ってのは2回使える？いや、一応使えるけど、かなり効果薄い。2回目は。でも今のはやっぱ、ピークが。奥義のピーク来たな。マジで。なんか結構めんどくさそうだね。いや、こっちも待たなあかんねんけど。あ、まあそうだね。本来はこっちも頑張っちゃう。ウルコンにも奥義みたいに使えるもんな。お、あんなことあんの？ラッキー。結構初めて見たかもしれない。お、これも？これ美味しいね。これめっちゃ美味しいね。めちゃめちゃ減るね。しようかな。お、奥義。あれどうしてよかった？わかんない。お、これか。マジ？反響から。よく出しちゃったけどね。いや、俺反響からなかった今。いや、届かなかったんじゃうかな。届くよ。届かなかった。そんなやっぱなかった。マコトってエンダイパンないんだよね。あれ？あ、ないないない。へえ、あ、そうなんだ。ダルシム系ね。あ、そうだ。これは無理だなみたいな。モモチブランカとも結構やったからね。モモチブランカ強かったね。結構強かった。あ、うまいよね、モモチブランカ。何？あ、いたの？プールにちょっと強いブランカ。そう、当たらなかったけど結局。はい。俺どっかのタイミングネボでハイテン君となんか同じとこにいて。あ、そうでしたっけ？でもほんまに俺はそのウルフォーのマコトに関しては。知識全然自信ない。あ、へえ、うん。じゃあ気合系か。まあスーパーの方も結局知識である程度やってるだけで、ウルフォーの誠やり込んだっていうなんていうかな、その実感みたいなのゼロ。明確なその絶対にここ変えた方がいいですよってなさそうだよね。まあ、あのなんていうかな、リターンが全然違うから戦略そのものがもう違うねんけど、リターン重視のプレイがすごい強くなったから。EX 吹き上げのせいか。そう、圧倒的にそうでしょ。別キャラ。なるほどね。一位重視でしゃがみ中パンチに EX 吹き上げ仕込むとかも全然ありそうだもんね。でもなんか技によって使ったりとかどうなんかな。俺その辺もあんまり実は調べてなくて。あれって結構ガチだと思う。かなりきつそうだね。この気持ちも結構めんどくさいだろうしな。そうね。で確定。高め。奥義？いやここじゃないよ。まだまだ。まだ。当たっても知らないしな。そうだ。このタイミングで奥義やばい。あのタイミングではちょっとね。しかも当たったぞ奥義。あら。でもここで奥義だと多分当たらんねえな。どこどこ。それ多分ね負ける。おそらく。多分負けるこれ。積んだ積んだ。何が起こった？奥義当たるそうだ。やってたうわいや、あそこで俺でも使いたくないな。死なんもん。当てちゃうもんね。死なないってのはやっぱでかいよね。だけど行くしかなかったな、けど。いや俺はもう一回読み勝ってから使いたかった。やるんやったら。確かに、奥義使って負けた時超かっこ悪いよ。なるほど。12月入ってからのゲストはあれか、ウルフォーやってもらってもフード君とゴンがやることなかったんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうそう、やっていきますか。うん、そうそうやっとこう。あの、東海議もあるかもしれないから。OK です、OK です。そうだ、そろそろそうだね。なんだかまだ発表とかしたんですか。いや、まだ全然。とりあえずあのニコニコの公式生放送でそのトパンガがイベントやりますっていうのと、まあ、トパンガ TV で発表してる。
だなんだかんだ大会はあるはあるんだよね。だ1月末に東海議あって、まあ、2月はみんな一つのね、うんうん、大会と、まあ、関係ないけど大学対抗戦もある。一つボンちゃん教えてあげようか。教えて教えて、俺何も知らないからこれ。一つ明日からね、配信開始じゃん。え、明日っすか。え、どこで。1月の PS3。 明日なんや。え、ちょっと待って、 PS3 ってさ、熱帯とかってないよね。熱帯できないと思うけど。さすがにそうだよね、ないよな。 PS3 どうしますか。じゃあ交代しますか。じゃあ俺行こうか。お願いします。よし、明日まあできるようだったらそのまま番外 TV でちょっと卒やろうかなって話をしてみたら、いいね、新鮮新鮮。